会ってくれてありがとうと言いたい滋賀の小さな企業。今回は大津市和仁にある手焼きあられの八甲堂さんへの会ってくれてありがとう、 K さんからメッセージをいただきました。私が会ってくれてありがとうと言いたいのは八甲堂さんです。美味しいあられやかき餅を製造販売されているお店ですが、普通のお店と違ってご自身の手で一から田を耕し、お米を収穫して、そのお米でお菓子を作っておられます。まさに地産地消のお店です。また積極的に消防団活動や近所のお寺の水路を直したり、ワニの地域活動にも進んで貢献されています。八甲堂さんはこれからもワニにあり続けてほしいお店さんです。ありがとうございます。難しいですね、感想というか言葉がならない。そんな風に見てくれてはんのはほんま非常に一言ですけど、ありふれてますけど、ほんまにありがとうです。八甲堂は店主の西村さんの祖父の代からあられ作りを始めて50年が経つ。もち米は気候、時期、タイミングを見て最適な品種を選んでいる。あられ屋をやった境お米まで作ろうじゃないんですよ。もともと農家やったんです。自分らが収穫したお米、もち米で何かができへんかっていうのであられ屋を始めてるんですよ。自分とこで収穫したもんを自分とこが加工して販売する、全然自然な話だと僕は思うんですけどね。昔ながらの手焼き、道具も手作りだ。ご主人の仕事はガラス越しに覗くことができる。もっと楽に方法っていうのはあるんです。やり方によってはできるんやけども、それやったら今やってることをさらに続けて、それのもう一つ高いレベルまでっていうようなのを考える方がええんちゃうかなって勝手に思ってるんですよ。ものづくりをしてる人っていうのは、昨日より今日、今日より明日、より良いもんを今年より来年、やっぱり考えていくのが普通なんじゃないですか。変わらない味を守るために、変わらず今日も手間をかける、淡々と。八甲堂、会ってくれてありがとう。